はい、どうも星です。今回ですね、そのタイトルにもある通りなんですけど、ちょっとね、体調崩してるんですよね。でこの動画すごい出すか迷ったんですけど、まあちょっとリアルな状況っていうのもね、お伝えできればいいかなと思って出します。この動画撮影してるのは8月の5日なんですけど、体調悪くなってきたのは7月の14ぐらいからですかね。まあ主にどんな感じかっていうと、食欲がない。過眠ですね。なんかもうずっと寝てるって感じなんですよ。であと全身が重たい。あと首こりと肩こりもね、すごい激しいです。多分これ寝すぎが原因だと思うんですけど、頭が回んないですね。うん。あとなんか今は割とちょっとマシなんで動画撮ってるんですけど、こう胸のあたりになんか鉛のようなものがずっとあるっていうような感じで、あとこう自分の人生になんか価値がないような感じがするとか、このまま YouTube やってていいのかなとかね、そういうこともちょっと考えてきちゃったりしますね。で、どうしようどうしようってなって、スマホでいろいろ情報をチェックしてしまって、さらに気持ちが落ち込むみたいな、まあ、そういった悪循環が続いております。まあ、きっかけはですね、まあ、これもね、皆さんに言うことではないんですけど、2021年の4月、5月ぐらいからですかね、それぐらいからちょっと YouTube の方の調子が悪いんですよ。要するに、再生があんまりされなくなってるとか、チャンネル登録者数の伸びが悪くなってる。まあこういうのって YouTuber ではまあ当たり前の話だし、波があるのは当然だし、まあ飽きられたりとか、まあ動画の内容が良くないとか、自分の実力が足りないとかでね、悪くなっていくっていうのは別に普通のことなんですよ。ただなかなか、なんでしょうね、私多分それをこう今の自分の実力として受け止められなかったのか、疲れが溜まっていて、それとちょうどこうぶつかってしまってそういう風になったのかっていうのはちょっとわからないんですけど、まあ、現状こんな感じですと。で昨日ですね、8月の4日に精神科に行ってきました。でそこで精神科医の先生と、あと同じ病院で臨床心理士の方に見てもらっているので、まあ、2人に相談したところですね、再発っていうところまではまだわからないというか、ギリ行ってないっていう風に考えていいかもしれないと。ただ今改善しておかないと、まあ、再発の可能性は高いっていう風なお話をもらいました。正直ショックですね。カウンセリングとかではちょっと涙するシーンもあったりとかありました。2週間後の、8月の18日ですねに再度診察することになりました。そこでまた投薬を開始するか最終決定するっていう話になってます。2週間に1回の診察って、僕の人生の中では超重症期だった頃にしかなかったので、結構その事実もなんかショックでしたね。うん。でこれ動画にするの迷いましたって最初にお話したんですけど、やっぱり僕のチャンネルってこう、うつを改善した私がメンタルについて話してるチャンネルなんですよね。まあ、だからやっぱり体調を崩したっていう、まあ、ちょっとなんか波があって最近疲れてますぐらいだったら全然いいと思うんですけど、例えばなんか再発しましたとか、また投薬されることになりましたとか、まあ、今回の動画みたいに今精神の状態が良くないですとかっていうのは、なんか自分のチャンネルの何でしょうね、その説得力がなくなるような気がしていて、なんか申し訳ない気持ちになったんですよね。でこれを動画にするのかっていうのはすごい迷ったんですけど、ただ嘘をついてそのすごい元気に振る舞って動画にするっていうのも、まあ、これもまた違うかなと思っていて、皆さんこううつ病以外のもね、うつ病以外でも他の精神疾患の経験者の方もいっぱい私のチャンネル見てくださってますし、そういった経験なくてもすごい今落ち込んでいるとか、傷ついた経験がたくさんある方がいらっしゃるので、多分バレると思ったんですよね。その嘘ついて元気に振る舞ってもなんか元気ないですよねってコメントが多分書かれちゃうんだろうなと思って、もうだったらここで正直に言っておいた方がいいかなと思って、動画にすることにしました。でこれからの YouTube 動画に関してなんですけど、私その元気だった頃にすごい取りだめしていたので、10月の初旬ぐらいまでは余裕があるんですね。でそこまでは、まあ、割とこうなんでしょうね、元気な星というか、その時は本当に元気だったので元気な星でいられると思うんですけど、まあ、それから先のことっていうのは正直わからないっていう状態で、まあ、やっぱり今動画撮れないんですよね。こういうことをするとメンタルにいいですよって言えないんですよ。自分ができてないので、今なので動画が作れないっていう状態なんですよね。だからその10月のストックが切れるまでになんとか元気になりたいなと思ってるんですけど、まあこうやって期限を決めて元気になろうとするのって良くないよって私は自分の動画でも言ってるので、
まあ、その時点で説得力ないなって感じなんですけど、まあ、ともかく今の、あの現状の星のリアルっていうのを、お伝えする動画になりました。本当にその何でしょうね、今状態が悪いから構ってよっていうふうに思われてしまうのも嫌だし、あの今までの動画何だったんだみたいなお叱りの声とかももしかしたらあるかもしれないんですけど、やっぱりうつ病ってそんなに甘くないんだなっていうのをね、改めて実感しましたね。多分結構無理してたんだと思います。今年の1月からはすごいやることも多くて、あの今までの年度の中でも結構忙しい月だったので、まあ無理に無理をちょっと重ねてしまったのかなと思って、反省しております。はい、まあ、こんな星なんですけど、あのこれからも応援していただけると嬉しいです。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、どうも星です。今回ですね、メンタルが病んで、まあ、1ヶ月ぐらい経ちましたよっていうね、体調の報告動画になります。で、以前ですね、すごく病んでた時に動画を上げて、ちょっともう最近本当にやばいですみたいな動画をね、上げたんですね。それがこちらになるんですけど、本当にたくさんコメントいただいてですね、いや本当にありがたいなと思いました。なんか自分ってダメなやつだってこうすごい思ってたから、意外と頑張ってきたのかなっていうね、ちょっとだけ自分を認められるようなね、なんかそんな気持ちになりましたかね。で、それでこの動画撮ってるのは8月の19日なんですけど、8月の18日に、診察に行ってきました。で、その結果のまあご報告なんですけど、結論から言うと、まあちょっと残念なことに、薬を再開することになったんですね。戻ってきましたよ、このレクサプロがね。で、もともと弾薬までの経緯を簡単に言うと、最初本当にレクサプロ夕食に1錠飲んでましたと。で、それが半錠になって、で、最後の方はもう3日に1回とか2日に1回とかなって、で、1週間に1回ってなったんですね。もう1週間に1回ってほとんどもう飲んでないのと同じだって先生も言ってたんですけど、まあ安心のためにってことで1週間に1回飲んで、で、弾薬っていう形だったんですけど、まあそれからおよそ1ヶ月とか1ヶ月ちょっとぐらいですかね、まあそれぐらいで、まあ、再発するというね、形になってしまいました。まあ何が原因だったのかとか、何がいけなかったのかみたいなのっていうのは、まあなんとなく私の中にはあるんですけど、まだちょっとまとまってないので、まあ、まとまったら動画でね、お話できたらいいかなと思います。で、前そのメンタルが病んじゃったよみたいな動画上げた時に比べると、まあ少しね、本当に少しなんですけど、ちょっとだけ気持ちが浮上したんじゃないかなっていうふうに思います。で、最近の生活はですね、もうまさに廃人のような生活をしておりまして、基本その YouTube を撮ったりすることっていうのはまだできてなくて、基本ベッドですね。多分7、8割、いやもうちょっとの割合でベッドにいる時間が長いと思ってます。で、ひたすらね、YouTube で動画を見てるって感じですね。その自分の心が傷つかないようなね、動画を探してはそれを見て、頭を動かさないようにしてるっていうような、そういう生活を送ってます。で、食事もですね、ちょっとまだ、夕食ぐらいしか取れないっていうのが正直なところで、まあ、体重も3キロぐらい落ちましたかね、1ヶ月で。うん、なんか、痩せたくていろいろダイエットとか筋トレとかしてたのにね、うつが再発すると一気に痩せるっていう、なんかすごい皮肉な感じもしますけども、まあ現状そういう感じですね。で、これからの YouTube なんですけど、まあもちろんその前の動画でもお話ししたんですけどね、そのストックが切れる、動画のストックが切れるタイミングまでに、まあ復帰できたらいいなと思ってるんですけど、まあ難しいかもしれないので、まああんまり期限を切りすぎないようにね、ゆっくりお休みできたらいいなと思ってます。で、たまにこうやってこう、まあ、私の現状をお伝えする動画であったりとか、まあ、あとその今回復に向けてこういうことやってますとか、なんかその現在進行形のね、動画をお届けするっていうのも、何かまた新しい形としてね、ありかなと思ってるので、なんか自分がこう楽しめる範囲でとか、伝えたいことを伝えられる範囲で、続けていけたらいいなっていうふうに思ってます。まあ、せっかくね、弾薬に至ったのにまたこう薬を飲まなきゃいけないっていうことになるのはちょっとね、まあショックでしたけど、まあでも今後はその無理に減薬とか弾薬とかを目指すぞっていう形ではなくてですね、まあ来るべき時が来れば、また薬を減らす時が来るんだろうなぐらい、なんならもうね、一生飲み続けてもいいかなっていうぐらいの感覚で、生きていこうというふうに思いました。はい、というわけでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、どうも星です。今回ですね、タイトルにもある通り、多分今日で3ヶ月ぐらい経ったんだと思います。そのうつが再発してからね、経過報告的なことをちょっとしたいんですけど、まあ、症状っていうか、最近は日常生活は
ね、まあ遅れるようになったのかなっていう感じですね。前にあのうつ病ルーティーンっていうね、一日ルーティーンっていう動画出したんですけど、まあ、あの時よりは、まあ、まだ全然いいかなっていう感じはあります。散歩とか運動とかは全然できてなくて、現状その、まあ、今こうやって病院来てますけど、まあ、病院に来るぐらいしかその外出する機会っていうのはないですね。まあ、基本ずっと家で YouTube 見たりとか、最近ゲームするようになって Nintendo Switch でねゲームしてるんですけど、まあそれってなんか現実を逃避してるような感じですかね。その嫌な現実に目を向けないようにしてるっていうような感じです。なんか動画の撮影をするからさ、久しぶりにこう自分の顔見たんですけど、髪めちゃくちゃ伸びてますよね。その髪の毛を切りに行くっていうのもね、相当ハードル高いんですよね。特にこうやってうつが再発してる時とかっていうのは、あの他人と会うっていうのはすごくエネルギー使うので、どうしてもこう優先順位下がっちゃいますよね。美容室行くとか身だしなみに関してはね、病院がギリギリ OK ぐらいな話で、正直その主治医とかカウンセラー以外の人とはほとんど喋ってないですね。家族であっても、まあ、3日に1回ぐらい言葉交わせばいい方なぐらいじゃないですかね。これから YouTube どうしていくのかって話なんですけど、まあなんか週に1本とかそれぐらいの投稿ペースになっちゃうかなと思うんですよね。しかもなんか今こんな感じですみたいな動画になっちゃうのかなっていうふうには思います。前みたいななんかこう自分が感慨ね、していった経緯とか、こういうことしたらいいよみたいな話っていうのは今現状私ができてないので、あのそういった話はちょっとできないかなっていう感じにはなります。で一応ですね、2021年の10月いっぱいぐらいまではね、まあストックはあるんですよ、動画の。ただその11月に入ってからもう一切ストックがないっていう状態になるので、なんか前みたいにこう頻繁に投稿するっていうことはちょっと難しいかなと。で動画を撮るっていうのもね、まあ慣れてるので他の人ほどエネルギーは使わないと思うんですけど、とはいえやっぱうつが再発してから動画を撮影するハードルめちゃめちゃ上がってるんですよ。俺こんなできなかったっけっていう、自分でこう編集とかしててもめちゃくちゃへこむんですけど、まあ病気ですからね、まあしょうがないのかなっていうところはあります。まあ、とにかく今はね治療に専念するしかないのかなと思っているので、まあ今後その仕事どうなるのかとかね、不安は正直あります。だってね、新刊の本とかも書いてたんですけど、まあもう全く手つけれてないし、でこうやって調子悪いって言ってる時に限ってなんかね面白い仕事の依頼来たりするんですよ。なんか講演会の話とか、あとこういう事業一緒にやりませんかみたいなやつとか来たりして、でしかもそれ自分が興味あるやつみたいな、なんかやり多分元気な頃は絶対俺興味持ったなみたいな話とかも来るんですけど、まあ基本やっぱ全部お断りしなきゃいけないんですよ、体調が悪いからね。もう今ゲームぐらいしかできないですからね、ゲームを仕事にとかってできるわけないしって話で、まあそんな感じでしょうかね。そろそろ診察の時間が迫ってきてるので、まあ行こうかなと思います。まあ行ってもまた1時間ぐらい待たされちゃうんでしょうけど、まあ行ってこようかなと思います。でこれから寒くなってくるとね、体調崩してくる方も多いと思うんですよ。私も多分その一人だと思うんですけど、まあお互いねぼちぼち気をつけながらやっていきましょう。というわけでホッシーでした。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、どうもホッシーです。今回ね、タイトルにもある通りなんですけど、まあもう正直しんどいっすね。いやなんかね、知ってはいたんですよ。もともと経験してたし、再発に関しては3回目なのかな。1回目は勝手に弾薬したことによって再発で、2回目はなんか自然に再発したような気がするんですよね。冬だったから、で今回3回目で、まあ、今回も弾薬なんですよ。ただ今回は勝手にじゃなくてお医者さんと相談しながらの弾薬だったんですけど、まあそれでもあんまりうまくいかなかったのか、まあ、私の仕事のペース配分とかも下手すぎてね、弾薬してるのに仕事は増えるみたいな、まあ、本当にバカだなって今思うんですけど、まあなんか当時の私はその弾薬するということに関してなんかこう YouTuber 的なさ、弾薬できましたみたいなコンテンツ作りたいってずっと思ってて、まああとどっかでやっぱりうつ病であることの自分を受け入れられてもしかしなかったのかと、受け入れられてなかったのかもしれないですね。なんかそういうのがあって焦りがあったのかなって今は思います。なんか取り戻そうとしちゃうんですね。うつ病によって休んでいた期間の
時間がなんか別に無駄なわけじゃないんですよ。それはそれで得るものがあったはずなのに、おそらくそれを無駄だと思ってしまって、なんかこう取り戻そうとして焦っていろいろ抱え込んでしまって、でなんか仕事とかもさ、なんかあまり断れないし、なんか期待されてるとかそういうのって相手が勝手に期待するだけだから別にいいんですよ、どうでも本当は。ただどうでもいいはずなのに、頭では分かってるのにやっぱり心がそう思えなくて、なんか期待に応えたいとか、まあ、これはね多分その小学校の時いじめにあって、そこで自己肯定感が一回完全に枯れてしまったこともね、多分理由にあると思うんですよね。他人から承認されることで自分の存在を肯定してしまうところがまだ多分おそらくあるんだと思います。でそれによって他人の期待を背負いすぎたりとか、実はそんなに期待されてないのに勝手に期待されてるんじゃないかと思い込んでる面もねあると思うんですけど、まあうつ病そう簡単に攻略できなかったなっていうのが正直なところで、まあ、なんかねメンタル系 YouTuber として今までやってきましたけど、まあ別に嘘をついてたわけじゃないんですよ、もちろんね。その時その時これがいいと思うっていうことをやってきたわけで、で実際過去に出してる動画もじゃあ今見たらダメだから消そうとかっていうのは全然思わないし、あの時はそう思ってたし、で今はそれを否定するわけでもなく、今の自分にはちょっと厳しいなとかっていう動画もあります、正直ね。過去の動画でね、今はもう1日30分の散歩なんて揺れできるようになりましたみたいなこと言ってますけど、今3分ですらできないですからねそれやっぱり再発してしまって状態がね良くないので、当然といえば当然だとは思うんですけど、まあ、最近ねどんな生活してるかっていうと、まあ、少し前に1日のねうつ病の私のルーティンみたいな動画出したと思うんですけど、まあ、あれよりはマシです。あれよりはもうちょいこう座ってる時間が長かったりとか、パソコン触ってることはありますけど、なんか YouTube の動画見たりとかなんで、特別その仕事的なことは全然やってないからね。あとゲームしてます。はい、 Nintendo Switch 持ってるんで、そんなにやる気ないけどやろうかなと思って、ドラゴンクエスト 11S でしたっけ、ずっとね買ってたのにやってなかったんで去年から、でそれをねやってたりとか、でこれ余談ですけど、そのドラゴンクエストもね全クリしたんですけど、全クリした後にいろいろこうクリア後のこうやり込み要素みたいなのって最近のゲームってあって、なんかこう例えばレベル99にするとか、アイテム全部集めるとか、なんかねついやっちゃうんですよね。別にいいじゃないですか、メインのストーリークリアしたらもうそれでいいじゃん、やったクリア、俺よくやったでいいと思うのに、最強の装備を揃えなきゃみたいな、そうやって本来楽しいはずのゲームでもなんか完璧主義の自分が顔出してるなと思ってね、やめました途中で。はい、まあ途中でっていうか、そのメインのストーリーはちゃんと全部クリアしたので、まあ最低限やることやったかなっていう感じですね。でゲームするときもそうやって完璧主義が出ないように気をつけつつ、どうしてもねなんか夜とか夜中ぐらいに元気出てくるんで、まあ、生活リズムは正直最悪ですね。3時とか4時とかに寝て昼起きるみたいな、これねうつ患ってたら一番良くないんですよね。本当はもっと朝早く起きて朝日浴びてちょっと運動するとかできればもっと回復早まると思うんですけど、これはねどうなんだろう、今はそういう時期じゃないっていうふうに思ってるんですけど、まあ、自分がそうしたくないだけなのかもしれないですね。なんか精神的に楽なんですよ、その生活リズムは崩れててちょっと罪悪感あるけど、なんかこう昼まで寝てるっていうのはね結構なんだろう、なんて言ったらいいんだろう、ないんでしょうね、ごめんなさい、理由なんて多分ないんです、要は起きれないだけです。まあでも現状そういう自分をとりあえず肯定するしかないのかなって感じですね。ただその精神的には比較的楽な生活リズムだとしても、体力的にはきついですね。やっぱり変な時間に寝て変な時間に起きてるんで、脳は疲れてるんですよ。じゃあ3時4時までお前寝るまで何やってんだって話になると、もうひたすら YouTube 見てるだけなんで、まあ、寝る前にずっと画面見てるんでね、正直もう目は常に疲れてるし頭痛いしみたいな状態ではあります。ただネガティブなことはを考えるよりはマシかなって思ってるんで、まあ、それでなんか体痛めつけて心守ってるみたいなところですかね。なんか何がしたいかよくわかんないんですけど、その何がしたいかよくわかんないっていうのがまさにねこのうつ病のしんどさをよく表してるのかなっていうふうに思いますね。まあ今の正直現状そういう感じです。はい、まあなんかちょっと愚痴みたいになって申し訳ないんだけど、寛解して仕事もして会社も作って客観的に見てもちょっと華々しい感じがあったけど、うつ病を再発すると一転ね急転直下するなっていうね、感じを今すごく実感しております。まあ、正直ね、ここからまたこう右肩上がりに復活するみたいな未来は全く見えてなくて、
何の目処も立ってないし、もうこのままダメになっちゃうんじゃないかなって思ってる面も正直あって、まあ、でもなんやかんや多分やっていくんだと思うんですよ、まあ、これまでの人生振り返っていくとね。でも現状そのそういうふうにこう客観的に見る考える力、考えることっていうのが全然できてなくて、本とかもねもう1ヶ月2ヶ月ぐらい読めてないですからね。ただなんか寝るために本は読むんですよ、寝なきゃいけないので。で私は本読むと眠くなるっていうのが今でもあるから。でもね、なんかビジネス書とかなんか意識高い自己啓発とか読むとテンション下がっちゃうしネガティブになるんで。何読んでると思います今、本1ヶ月ぐらいずっと同じ本読んでるんですよ、寝るために。怒られるかもしれないんですけど、別にバカにしてる意図もなく、それにのめり込んでるってのも全くなくて、ただその物語をぼーっと読んでるだけなんですけど、聖書読んでます。聖書あの電子書籍でね、旧約聖書から新約聖書、旧約新約なんかいろいろ全部混ざってるやつ、なんかね難しいんですよ。あの私の読解力ないだけかもしれないんですけど、なんか会話の仕方とかもなんか今とやっぱちょっと違うし、まあその訳し方に問題があるのかもしれないけど、なんか何言ってるのかよくわかんないし、なんか何がしたいのかよくわかんないみたいな、そんな状況の中で、あ、なんかノアの方舟は聞いたことあるとかっていう感じで見てて、本当に信仰もクソもなくて、かといってじゃあキリスト教をバカにしてるのかってそんなこと全くなく、なんかただ読んでるっていう感じ。なんか全然自分とは縁のないというか関係のない世界の話なので、なんか小説を読んでるような感じでね、まあ、ゲームを見てるって感じに近いんですかね、その要は現実逃避という意味で、まあ、そういう意味でなんか良くも悪くもその心傷つかずに見れるし、私の頭が悪いというか読解力がないので眠たくなって寝れるしっていう感じで、1日にまあ、2、30ページぐらい読んでると思うんですけど、聖書ってめちゃくちゃ長いんですよ。あとなんかそのマタイの福音書とかマルコによる福音書とかね、ルカによる福音書とかな、全部一緒になってるから、何万ページとかってあるんで、まあ、全然あの読み終わる感じがないんでね、まあ、今後も睡眠のために読んでいこうかなとは、はい、思ってます。まあ、とにかくそのうつ病って本当にしんどくって、やっぱり改めて再発して思ったのは、この症状もしんどいけど、焦らないように休むってこんな難しかったっけっていうところで、なんか毎日焦っちゃうんですよ。まだ治んないのかみたいな。まだ、こんな状態かみたいな、なんかもうやべえと思ってます。まあ頭ではねそんなこと思っててもしょうがないから休めよっていうふうに思うんですけどね、まあなかなか難しいですねっていうような感じの動画でした。はい、まあこれからあの寒くなってくるとね、またこう気持ちが落ちてきたりとかしちゃいがちだし、うつ病じゃない人もね今からきつい季節だと思うので、まだそこそこ元気で外出れるよっていう人はね、あの朝日だけは浴びるようにしてください。はい、というわけでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、どうも星です。今回ねタイトルがもう全然ね、やる気ないじゃんっていう感じなんですけど、まあやっぱりうつが再発してるってこともあるんですけど、やる気が出ないっていうね日々が続いております。まあなんか少し前のさ、なんかもう死にたいとか消えたいっていう、なんかそのうつ病が強い時の特有のね症状みたいなのなくなったんですけど、そしたら今度なんか何もやる気が出ないっていうね、本当に何もしたくないみたいな状態が続いてますね。でまあその証拠といったら何なんですけども、このなりですよ。髪の毛長すぎ自分でもねこう動画撮ってて思うんですよ。いい加減髪切れよと思うんですけど、やっぱりこう再発とかねしてしまうと、もう美容室のハードルが高すぎるんで行きたくないんですよね。他人と話すのは今怖いっていう感じの症状があって、まあただ動画をねこうやって回すと、カメラ回すとね、さすがにやばいなっていうね感じはありますね。多分今まで生きてきて一番長髪なんじゃないですかね。もともと髪そんな長くするタイプじゃないので、自分としてはちょっとなんか気持ち悪い感じはあります。はい、で皆さんもね多分あると思うんですよ。本当に何もやる気出ないとか、もう今日本当何もしたくないみたいなね。でそれはそのうつの人もいれば、まあ、うつじゃないけどそういう状態にある人もいると思うんですけど、やる気出ない時っていうのは、まあ、極力多分何もしない方がいいんでしょうね。それこそもう一日中寝てるみたいな、そういう日があってもいいと思うんですよ。ただなんか私たちってなんか何かしてなきゃいけないような気がするじゃないですか。それで気持ちを焦らせてしまって、余計なんか精神的に調子悪くなるみたいな。私もねそういうとこあるんで、まあ、ちょっと気をつけていきたいなっていうふうには思いますね。それにしてもなんでこんなやる気出ないんでしょうね。なんかやんなきゃいけないと思って
あのゲーム買ってね、ゲームやってたりするんですけど、なんかゲームめんどくさいんですよ。そもそもなんか頭回ってないんで、入ってこないんですよ、内容もね。で、この動画もね、やっぱりその、編集してカットしたりするんで、多分その YouTube に載る頃にはね、まあスムーズに喋ってるように見えると思うんですけど、めちゃめちゃ喋りながら詰まるんですよ。頭回ってないからね。まあでも、ここで自分を責めるとね、なお余計に辛くなるんだろうなと思うんで、まあ、ぼちぼちね、やっていこうかなと思ってます。はい。今なんか調子悪いよっていう人もね、一緒にぼちぼちやっていきましょう。はい。というわけで、ほっしーでした。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、どうもほっしーです。今回ですね、うつ病が再発して、だいたい半年ぐらい経ったところなんでね、最近のこととかをちょっとまとめてお話ししようかなと思います。まあ、半年なので、私がだいたい再発したのはですね、2011年の7月の末ぐらいだったと思うんですよね。思い出してみると、そういえば初めてうつ病になったのも7月だったんですよね。もうなんか不思議な嫌なご縁ですけれども。はい。で、最近のね、まあ、私生活とかに関しては、もう再発前とほぼ同じぐらいの感じになってると思います。その私生活の過ごし方というかね、あの散歩とかも再開できているし、晴れてる日はね、毎日やってるし、睡眠のリズムとかもだんだん正常になりつつあるのかなっていうところですね。まあ、ただ、再発前とちょっと違うのは、なんか何かをしてないと気持ちが落ちてきちゃうっていうのがあるんですよ。だから今は、そのすごい自分が好きなゲームとかをずっとやってたりとか、まあ漫画読んだりとか、まあ、いわゆるニート的な感じの生活をやってます。ただ、まあ、そうも言ってられない状況もありまして、仕事もねある程度再開していかなきゃいけないなっていう中で、さすがに再発前と同じペースで仕事をするっていうのは、まあ、まだ無理なので、もう本当に赤ちゃんペースではあるんですけど、少しずつですね、まあ、取材申し込まれたりしたら取材受けたりとか、まあ、この動画もねある種そうだし、まあ、あと YouTube のコミュニティの方には書いてはいるんですけど、 Voicy っていうねラジオ配信アプリがあるんですよ。あれを新しく始めたんですね。ただそれに関しては配信するということのリハビリも兼ねて、綺麗にまとめて YouTube みたいにね考えて話すっていうよりかは、本当にその場の思いつきで撮り始めて、その場の思いつきのテーマを話していく。例えば今まで公開したラジオだと、私が歯医者に行った時に起きた話とか、あとあのヒートテック、ユニクロのヒートテックの極暖とか超極暖使ってますかみたいな話とかね、全然うつとかメンタルとかとほぼ関係ない話をするっていう、気軽にできるし、友達に話すような感じでできるかなと思って、ラジオはそういう風にやってます。もう完全にメンタル以外の話も聞いてみたいっていう既得な方向けですよね。まあ、ファンの方向け、ファンの人向けに、ボイシーやってるっていう、そういう感じになってます。まあ、とはいえですね、良くなってきたからといって、やることをこうガン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 急に増やしていくと、また、ね、症状悪くなってきちゃったりとかする可能性があるので、いや、まだまだ全然できるんだけど、ぐらいのところで止めておいて、少しずつこう、できることを増やしていく、焦らずにやっていくってことが大事かなと思って、本当に少しずつ、本当に少しずつやってます。なんかね、再発したばっかりの時にこう思い描いていた復活のスケジュールみたいな、こういう風にやっていこうみたいなスケジュールからはまあちょっと程遠いんですけど、はい、まあ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 、人生ね100年生きるとしたら、この休んでいる期間が、まあ、今半年で、それが1年だろうが2年だろうが3年だろうが、まあ100年のうちの3年なんてね 3% じゃないですかっていう、無理やり自分を抑え込むような感じでね、やっております。やっぱりカウンセラーとか精神科医の先生にもね、なんかそろそろ仕事再開した方がいいんじゃないですかとか、そろそろやることを増やした方がいいんじゃないですかとやっぱり言われないですよ。まだ現状はやっぱりこうまだ休んだ方がいいっていうような感じだし、少しずつ良くなってきてるから、その今の感じを大事にしてくださいねっていうような感じで言われてます。はい。まあ、という感じでね、うつ病になって、まあ、半年経ってこんな感じですよって話だったんですけど、まあ、一般的にどうかって言われるとちょっとわかんないですよ。どのぐらいのペースで皆さん回復されてるのかっていうのは一般的にはわかんないし、まあ、データ上というか精神科医が書いてる本とかによると、まあ悪くないペースじゃないかなと思うんですけどね。ただ個人の希望としてはだいぶ遅いと思ってるんですよね。まあ早いとか遅いとか考える時点でまだ治ってるとは言えないかなっていう感じはするので、まあまあまあ客観的に見ればそれなりにいいペースなんじゃないかなと思ってね、今後もじっくりやっていこうかなと思います。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、どうも星です。今回ですね、
まあ、うつ病が再発してから、まあ、本当に少しずつね、良くなってきてはいるんですけど、なんか想像してた以上にね、回復が遅いなって話をしていきたいと思います。自分がね、こういう風に回復していったらいいなっていう風に考えていたペースの10倍ぐらいじゃない?10倍ぐらい遅いんじゃないかなっていう感じのペースですね。なんかね、メンタルはなかなか回復しないのに、体重だけは V 字回復しましたね。本当に勘弁してくれよって感じなんですけど、体重だけはガッと V 字回復しました。まあ、ただね、初めて自分がうつ病になった時、初めてなったのが2014年かな ?2014 年に初めて病気になった時、なんかすごい、真上飛行機飛んでますけど、はい、初めて病気になった時っていうのは、まあ、同じようにね、焦ってたなっていう感じを今思い出してるんですよね。だからまだね、早く治さなきゃっていう気持ちが、それが大きい。焦ってるってことはその気持ちがまだ大きいんだろうなと思うんですよ。で、それはどういうことかっていうと、つまりまだメンタル的にはいい状態ではないっていうね、ことなんだろうなっていうふうに、まああくまで自分の経験の中の話なんですけど、そういうふうに思ってます。で、まあ最近はね、一般的に言われてるような生活リズムはあんまり守れてなくて、まあ、なんかすごい朝早く起きる時もあれば、昼過ぎに起きる時もあるっていうような感じなんですよ。ただ、まあ私の基本的なスタンス、基本的には、良くないと思ってるんですよ。生活リズムを崩すっていうのはあんまり良くないと思ってて。ただそれってある程度健康な人の話かなっていうふうにも思ってるんですよね。今の自分のフェーズっていうのは、まだ回復期の初期にすら入ってないかもしれないぐらいの感じ。まあ入ってるかもしれないけど、入ってないかもしれないぐらいの感覚を持っているんで、まあとりあえず自分を甘やかすっていう生活してますね。もう必要以上に甘やかすというか。で、そうしないとなんか義務感に押しつぶされそうになるんですよ。例えばなんか、ちゃんと生活リズム守らなきゃいけないとか、散歩は絶対毎日しなきゃいけないとか、まあ、できるんだったらした方がいいと思うんですよ。散歩も、生活リズムを守って生活するっていうのも、できる人はやった方がいいと思う。それはやった方がいいんだけど、でもそれをすること自体が苦痛っていうのはさ、単純にやっぱりエネルギーが枯渇してる状態だと思うんですよね。だから、まだ今はね、まあ、やるべき時じゃないのかななんていうふうに思ったりはしてます。まあ、ただね、自分を甘やかす生活をすると、やっぱり一番困るのは太るってことですね。太る。僕今31歳なんですけど、多分ね、25、6ぐらいまでかな。それぐらいまでは、ちょっと間食を控えるとか、ちょっと食べる量を減らすだけで痩せてたんですよね。多分その時まではまだ基礎代謝が高いから、日常の生活でカロリーを消費してたと思うんですけど、やっぱ30超えるとね、基礎代謝が落ちる。だから普通に生活してて消費するカロリーがやっぱ減っていくので、どうしてもそれにプラス運動するとか、もしくはさらに食事制限をかけるとか、単純に食事の量を減らすだけじゃなくて、糖質の制限だったりとか脂質の制限とかもね、まあしなきゃいけないんだと思うんですよ、多分。でもなかなか自分を甘やかしてるんで、そこまでいってないっていう状態で、まあ、ただ最近糖質制限じゃなくて脂質の制限っていうのはちょっとやってるんですけどね。唐揚げの肉を食べないようにするとか、要は油物ですね。なんかね、友達に教えてもらったジーンライフっていう、自分の唾液を採取して送ったら、どういうタイプなのか、自分が太るのがどういうタイプなのかっていうのを検査してくれるみたいなサービスがあって、まあ友達がやってるからやろうかなぐらいの感覚でやったんですけど、そこでね、出た結果が、なんか私は糖質よりも脂質で太るタイプですって書いてあって、だからおかずを増やしてご飯を減らすっていうのが結構普通じゃないですか。でもそうじゃなくて、ご飯を増やしておかずを減らしてくださいって書いてあったんですよ。だから、あ、ご飯は食べれるんやんけと思って、ご飯めっちゃ食べてたら太りましたね。まあ普通に食いすぎだよって話だと思うんですけど。まあ、それとね、非常に困るのが、チョコパイね。チョコパイ。美味しいじゃないですか。チョコパイもね、チョコ味っていうのがあって、普通のチョコパイじゃなくてチョコ味ね。それがめちゃくちゃ美味しいんですよ。なんか、チョコ味だったかな、なんか中身ストロベリーだったかな、ちょっとあんま覚えてないんですけど。なんかね、それも美味しくて結構食べてたりしてね、普通に太りましたね。だから、最近脂質制限っていう感じでやってるんですよ。まあ、ただ、マックだけはちょっとやめられないんですけどね。まあ、でも1ヶ月に1回だから、その日は、まあ、チートデイで食べるってことにしてるんですけど。はい。まあ、ちょっとね、話は逸れちゃったんですけど、まあ、ビビるほど回復が遅いっていうのは、多分、うつ病あるあるなんでしょうね。多分。まあ、だから、結局、焦っても焦らなくても、そんなにすぐ良くなるもんじゃないから、まあ、ぼちぼちやっていくしかないんだろうなっていうふうに思ってます。まあ、ただやっぱりどうしてもね、その仕事の性質上ね、まあ、YouTube だったりとか、まあ、他のなんか情報発信だったりとか、ちょっとずつできるからいいっていうメリットもあれば、逆にちょっとずつできるからダメっていう面もあって、
なんかこうちょっと仕事に手つけるとどっかでこう完璧主義が出てさ、自分の中の完璧主義が出てきて、昔だったらこんなことサクッとできたのになとか、ここまでやった方がいいんじゃないか、やるべきなんじゃないかみたいなね、あのそういうところが発動してしまって次の日疲れ果てるみたいなことが結構あったりするんで、いや本当にね、あのぼちぼちやっていかなきゃいけないなと思いつつも、なかなか、まあなかなかそううまくいかないよねっていうところでございましたっていう現状報告の動画になります。はい、という感じで、またねここ精神科の駐車場なんですけど、診察前に、一本動画を撮るという感じでございました。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、どうも星です。今回はですね、まあ、私はうつ病経験者だし、再発したけどまあなんとかなるっしょっていうふうに思ってた結果どうなったかっていうと、どうにもなりませんでしたっていうね、そういう動画になります。本当に結論そのままなんだけど、やっぱりうつ病って何回経験しても想像以上にどうにもならんなっていう、まあ、ただあの初めてうつ病になった時に比べると、なんかこういろんなうつの波が襲ってきた時にすごい気持ちは落ちてる、でなんかちょっと死にたくなっちゃってるっていうような状況でも、ああこれはこういうやつだなっていう風に客観的に冷静に見てる自分もいるんですよ。ただまあそれと同時に、まあやっぱり回復のペースっていうのがやっぱり遅いよねっていう、想像以上にね。でここはね、まあどうせ自分が期待してるよりも回復のペースは遅いんだろうなっていうのも織り込み済みで考えてたはずなのに、それを上回るペースで遅いっていう感じなんですよね。まあ、やっぱりうつ病に最初なって、で、こうやってね、情報発信始めて、本当にいろんな本読んできたし、専門家の先生にもね、お話聞きに行ったりしたし、インタビューしたりもしたんですよ。で、まあ、知識っていうのはね、どんどん増えてはいってるんですけど、まあ、やっぱりこう、理論武装だけじゃね、本当のうつにはやっぱ勝てねえなっていうところは、ちょっとあって、まあ、もちろんね、何も武装してない時に比べるとね、ダメージの量っていうのは全然違うんですけど、まあ、こういう時にやっぱ思い出すのは、2番目の診察医の先生だったかな。今の先生は4番目ぐらいなんですけど、2番目の診察してくれた先生が言ってたのが、自分でコントロールできるんだったら、それは病気じゃないからねって言ってたんですよね。やっぱそれを思い出しますね。まあもちろん0、100ではないっていうふうに思ってるので、全くじゃあ勉強してきた知識が意味ないのかっていうと、そんなことはないんですよ。軽減はされるけど、完全にうつ病を倒すことは当然できないみたいなね、まあ、そういう感覚ですかね。まあ、本当今のペースで焦らずに少しずつやっていけば、まあ、そのうちはなんとかなると思うんですよ。そのうちは。だからある意味タイトルにあるなんとかなるっしょっていうのはなんとかなるんだけど、自分が考えてるようなペースではなんとかならないっていう感じ。いずれはなんとかなるけど、そんなに時間かかったのみたいな感じにはなるんでしょうね、多分ね。まあ病気だからしょうがないよねっていうところもあるんですけど、はい。本当私のね、動画を見てくださってる方でコメントとか読んでると、やっぱり同じようにこう、焦ってる方って本当に多いんですよ。なんか自分はこれだけやってるのになかなか良くならないみたいなね。で多分ね、やってることが間違ってるっていうことも、まあゼロではないと思います。それは私もそうだし、多分この動画見てくださってる方もそうだと思うんですけど、ただなんか、ちゃんと治療に向き合ってるのにとか、ちゃんと先生に言われたことやってるのに良くならないっていう人もいると思うんですよね。でもそういうもんなんかもしれないですよね、うつ病って。いやそれってじゃあ医療としてどうなのみたいな、そういう意見もあると思うんですよ。でもね、そこ突っ込み出すとね、いや精神科って歴史的などうのこうのでみたいな、私もまあ知ってることは知ってるんですけど、じゃあなんか精神科が全部ダメなのかって言うと、もちろんそんなこともなく、確実にいい薬も増えてきてるらしいし、論文とかもちゃんとあるんで、精神科に行った方がいいっていうね、ちゃんと抗うつ薬を服用した方がいいとか、例えば運動を取り入れた方がね、運動療法を取り入れた方が寛解率高いとかいう話もあるし、医療としてはちゃんと成立はしてるんだけど、他のなんか完治率がなんか9割超えてるみたいな病気とかも多分あると思うんですけど、まあやっぱなかなかそういうものではないっていうところは受け入れなきゃいけないのかなっていうふうには思ってます。もちろん患者としてはね、一個人の患者としては納得できない部分もいっぱいあるんですけど、まあただ現状そうなのでしょうがないよねっていう。なんか田舎に住んでるとさ、現金のみの店ばっかりで、技術的なクレジットカードとかさ、QR コードとかで行けるのに、田舎だからしょうがないよね、みたいな。まあそういう話は違うか。そういう話は違うんかもしれないけど、まあでも、そういうイメージでね、まあやっていくしかないのかなっていうふうには思ってます。なので一緒にこう、まあぼちぼちね、やっていきましょう。はい。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、どうも星です。
今回はですね、タイトルにもある通り、私はうつ病が再発してね、もう1年経ったんですよね。なので今回は、まあ、その振り返りというか、まあ、現在の体調も含めてね、どうなのかっていうのをちょっとつらつらとね、話していきたいと思います。いや、まあ正直言うとびっくりというか、もう1年経っちゃったかっていう、なんだろう、焦りというか悲しみ的な、ところが大きいかなっていう感じがします。なんか最近ね、ちょこちょこっとこうライブ配信する回数が増えてきたりとか、まあ、ツイッターに関してもちょっとずつね、こう投稿の頻度が増えてきてて、まあ、回復を実感してはいます。で、今どのステージにいるのかみたいなのってのは結構難しいんですけど、まあ、個人的な感覚で言うと、回復期の中後期ぐらいかなっていう感じですね。なんかよほどこう嫌なことがあったりしない限り、急にテンション下がるとかさ、急になんか鬱な感じがやってくるみたいなことは、まあ、ほぼなくなったかなと思います。まあ、ただやっぱりその、じゃあ仕事はとか、前みたいにね、月に1回その東京に行ってなんか仕事するみたいな、そういったこうアクティブな感じでお仕事できるのかっていうと、まだその段階にないのかなっていう感覚はありますね。まあ、でもこれって本当に経験者だったらわかるんですけど、経験したことない人に説明するのって結構大変で、いや単純に仕事のやる気ないだけじゃねって言われると、まあそうですねって言うしかないんですよ。ただなんか怖いっていうのもあります。なんか今のまま始めちゃうと、またすぐにこうドーンって落ちちゃうんじゃないかっていう怖さとかもあるし、やっとなんだろう、日常生活で特にプレッシャーのない環境で正常を保てるようになったっていう程度の段階なので、その緊張感のある、例えばその仕事とか責任感のあるその仕事のフェーズに自分が行った時に、割とすぐにこう落ちてしまって、よりまたかよお前っていう風に思われるぐらいだったら、まだやんない方がいいのかなっていうね、感じはありますね。で、まあ再発してから今の状態になるまでに、まあ、具体的にその何ヶ月目はこんな感じみたいなのっていうのをちょっと簡単に言ってみたいなと思います。ただこれあくまで私の場合だし、なんか私の記憶をもとに喋るからね、その私の状態も正確に把握できてるかっていうと微妙だし、あくまで本当に参考程度ぐらいに聞いてほしいんですけど、まあ、大体再発したのが去年の7月の末ぐらいだったと思うんですね。で、そっから最初の1ヶ月はもう思いっきり寝たきりだったんですけど、最初の1ヶ月目で体重がね、7、8キロ落ちましたからね。で、そこからまた、まあ、2、3ヶ月目ぐらいからだんだんご飯も食べれるようになってきて、3ヶ月、4ヶ月目ぐらいまでは、特に理由がないけど落ち込むとか、なんかこう、朝になってほしくないとか、生活リズムも崩れてて、まあ、当然散歩なんかももう全くできなかった。全くっすね。で、半年ぐらい経ったぐらいかな。半年ぐらい経ってきて、やっと仲のいい友達と連絡が取れるようになったぐらいですかね。で、まあ、そこから少しずつ人とこう話をしだして、まあ、7、8、9ヶ月目ぐらいで外に出て他人に会うことができたっていう感じで、一回ね、外に出て他人に会うと、なんかちょっとこう自信みたいなのを取り戻して、そこからはね、ちょっと回復ペースがこうぐっと早くなったかなっていうね、そういう印象があります。で、多分 10ヶ月目、11ヶ月目ぐらいで一回ね、仕事で大阪行ってるんですよ、3泊4日ぐらいのね。でもその後なんか落ちるとかってこともなかったんで、まあ今んとこいい感じのペースで来てるんじゃないかなとは思います。で、この今私が話してきたやつって、これを聞いて早いなって思った人の方が多分多いと思います。多分ね、まあ、私のその YouTube のコメント欄とか Twitter のリプライとかね、そういうの見てると、やっぱり1年経ってもまだ動けませんっていう人もいっぱいいるし、なんとなくそういう人の方が多いんじゃないかなって印象はあります。なので、この話を聞いて自分がダメだっていうことは絶対思ってほしくなくて、まあ私の場合はね、そうだな、再発したのが初めてじゃない、2回目だっていうのもあるし、その飲んでる薬がレクサプロっていう薬なんですけど、今回の再発の理由って、理由が分からなくて再発したというよりかは、原薬とか弾薬の調整に失敗して再発した感が強いんですよ。なんでかっていうと、そのやっぱり薬を再開してからのこう戻りのペースが明らかに、初めてうつ病になった時に比べてやっぱ早いなって感じだったんですよね。だからその私の場合は原因がある程度はっきりしていたっていうことと、まあ、あとやっぱりそれなりにこう知識みたいなのはつけてきたつもりなんですよね。こうやって情報発信してるし、まあ、今でもやっぱりうつに関する本とか読んでるんですよ。まあ、本に関しては最近やっと読めるようになったって感じだけど、まあ、そういうこう勉強とかも一応継続してやっているので、その勉強して知識があったら早く治るってわけではないんだけど、まあ、ゲームに例えるとさ、皆さんより武器はいっぱい多く持ってる、なんか性能のいい武器はいっぱい持ってますよみたいな、多分そういうイメージなんじゃないかなと思うんですよね。だからある程度こうベッドから早く出ることもできるし、散歩のね、運動とかも早めにできるようになった。まああとね、まあ、ちょっとなんか自慢みたいに聞こえたら本当申し訳ないんだけど、私そのうつ病経験者にしては結構友達多い方なんじゃないかなと思うんですよ。まあ友達っつってもこうリアルに会う友達っていうよりかは、ネット上の友達になるんだけど、
なんか本当にこの人なんか好きだなとか信頼できるなとか、なんか一緒に話してて楽しいなと思える人って、まあ、今現在で多分10人は超えてると思うんですよね。だから本当にありがたいことにこう人にも恵まれてるっていうこともあって、まあ、早めに復帰できたのかなっていう感じはあります。まあ、ただやっぱりうつ病って本当にただの、まあ、ただのっていうか病気なので、こんだけ恵まれててもやっぱ1年近くかかってもまだ仕事できねえんだなっていうのはちょっと自分としてもねやっぱり絶望感があるし、同時にそのこんだけ恵まれてんのになっていう、なんか自分もしかして甘えてんじゃねえかなっていう気持ちもなかない、正直ね、なかないけど、そういうふうに考えてしまうのはやっぱり良くないよねっていうふうに同時に考えてるって感じですね。まあ、それとあとあれですね、私どっちかっていうと冬場に体調が悪くなるタイプで、薬をやめてしまったことによって夏場に再発したって感じになるけど、でもやっぱり春夏に関してはね比較的調子がやっぱりいいなっていう感じがしてます、その秋冬に比べるとね。まあ、なので現状これからどうしていくかっていうと、まあ、基本現状維持になるのかなと思います。で、散歩はねできるだけ毎日継続するようにしてやってますね。最近めちゃくちゃ早起きなんですよ。そういう風にちょっと生活リズム変えて、今ね朝5時とかに起きてるんですよね。なんでかというと、そのもう暑いんですよこの時期歩くのが。だから朝5時ぐらいだったらまだ涼しく歩けるし、熱中症の危険もだいぶ低いと思うので、なんかその散歩を継続する努力をかなりしてるって感じですね。散歩自体を頑張るっていうかは、散歩を継続する努力を頑張ってるって感じ。歩きやすいサンダルとかも買いました。なんか着てて涼しい服とかも買いましたし、なんかそうやってこう歩きやすい環境を作っていくっていうことが大事なんじゃないかなと思います。まあ、そういう点ではやっぱり女性よりも男性の方が散歩は継続しやすいような気はしますけどね。女性ってどうしたってね、化粧してないとっていう人もいるかもしれないし、まあ、あと男子みたいに半袖半ズボンのジャージで出ていくみたいなことっていうのはそうそうできないんじゃないかなって勝手に思ってるんですよね。だからまあ男性の方がまだ楽なのかなって気はしなくはないですけど、まあ、何かそうやって散歩を継続するね環境づくりっていうのは大事かなというふうには思いますね。まあ、というわけで、そのうつ病になって、まあ、1年が経ちましてですね、まあ、こんな感じですよって話をちょっとしてきたんですけど、まあ、今例えばまだ治療中であるとか、まあ、私と同じように再発して苦しんでる人もね本当にたくさんいると思うんですけどね、総じて言えることは焦らないことなんですよ。まあ、私もね今焦ってる気持ちは少しあるんで、まあ、人のことをとやかく言える立場ではないんですけど、まあ、焦っていいことってほぼないんですよね。ほぼない。なんかよく私はその焦る時の例えとして車をよく出すんですね。まあ、自分が車好きってのあるんですけど、車でさ、例えば速度制限とかも守んなくて50キロ60キロぐらいの制限速度の道路を、まあ、7、80、90とかで飛ばしてさ走ってる人っているじゃないですか。でもやっぱ信号機で止まるんですよ、普通に赤とかのタイミング でそのタイミングでスピードを違反していない人たちとまた同じスタートラインに立ったりするんですよね。結構なんかね人生の焦りとかっていうのもなんかそれに似てる気がしてて、やっぱりこう止められるときは止められるじゃないですか。人生ってやっぱ生きてる以上他人とか他の環境とかたくさんあるし、例えばどんだけね、おし、もうバリバリ俺ちょっと営業やってもうどんどん営業ですげえ成績残してるぜ今みたいな、俺今超来てるわって言ったって、あんなコロナが一発来たらさ、訪問はやめてくださいとか急に飛び込み営業なんてやめてくださいみたいな感じになると思うんですよ。でその人が実はすげえ飛び込み営業が得意なタイプで、それができなくなって電話での営業になった瞬間に成績が落ちるみたいなねことも全然あると思うし、だから結局その自分でコントロールできる範囲のことって意外と狭いんだなっていうことを考えると、まあ、焦ってもねうまくいかないことが多いんじゃないかなと思います。なので私はこれからも焦らずにですね、ぼちぼちとやっていけたらいいなと思います。結構ね私そのライブ配信とか やると皆さんがその喜んでくれるんですよ。聞きたかったですとか癒されますとかね言ってくれるんですけど、結構ねみんな本当によくホッシーのことを見てるなって感じがしてて、ちょっとペース上げすぎじゃないとかちょっと無理しすぎじゃないって言われていた時期があるんですよ、その再発する前とかにね。で私は結構その声を無視してやってきたなっていう感じがあって、だからライブ配信とかすると自分のこともより客観的に見れることがあるので、またライブ配信とかもね、ぼちぼちやっていきたいななんて思ってます。まあ、ただ本当に申し訳ないし、いつも言ってるんだけど、そのライブ配信に関しては本当に自分がやりたい時に勝手にやるっていうスタイルなんですよね。その何時何分何日から開催しますみたいな、まあ、なんかよっぽど特別なことがあったりするとそういう設定することはありますけど、まあ、基本はもうゲリラ配信という感じになるので、時間があった人はねぜひ遊びに来てください。はい、というわけでちょっと長々と話しちゃったんですけど、再発して1年が経ったよっていう、まあ、お知らせという感じでした。はい、というわけでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、どうも星です。今回はですね、
仕事のことを考えるとまだちょっとメンタル病むんだよねって話をしていきたいと思います。まあ、本当タイトルとサムネの状態が今の現在ですっていうのが、まあ、結論になっちゃうんですけど、なんか今止めてるこうもろもろの仕事のこと、それらを考えてない時、例えばゲームしてたりとか、まあ、漫画読んでたりとか、まあ、なんかこう好きなことしてる時ですよね。そういう時のメンタルの状態っていうのはその再発前と、まあ、ほぼ同じような状態まで持ってくることができるようになったかなというふうに思ってます。例えばうつ病を経験したことない人が今の私に会って、まあ、食事したりとか、なんかどっかカラオケ行ったりとか、仮にそういうことをしたとしても本当にうつ病なのっていうふうなこう疑われるような状態ぐらいまで、まあ、回復はしてるんですよ。まあ、それはねすごく嬉しいというかいいことなんですけど、ただまあ仕事のことだったり将来これからどうしていこうかなって考えた時に、考えるとなんかこうまた不調な感じというか、なんかモヤモヤした感じになるし、なんかまた鬱が戻ってきたなって感じになったりとかね、そういう風になっちゃうっていうのが今の状態です。まあ、なんかこんなんで社会復帰できるのかなっていう不安がやっぱりあるわけですけど、まあでも初めてこう自分が鬱病になった時っていうのも本当にこのフェーズあったんですよ。好きなことができるまで回復はしてきたけど、なんか仕事とか将来のことを考えるのはちょっとまだちょっとみたいな感じの状態っていうのが前もあったので、まあ今はおそらくそういう状態なんだろうなっていうふうに、思って過ごしてます。だからこれから先どうなるか本当わかんないけど、私の予測では多分まだこう休養が必要というか回復しきれてないんじゃないかなと思ってて、まあここでね無理に仕事とかしたりするとやっぱまた再発しちゃうんですよ。まあもちろん金銭的な問題とかあるんで、確実にねずっと好きなことやってるってわけにもいかないんでしょうけど、まあ運動とかもねある程度、まあ散歩ぐらいしかしてないですけど、そういうの取り入れつつ、まあメンタルにいいと言われてるようなことをね今までの経験とか知識からやりつつ、基本好きなことベースで、まあ家宝は寝て待てじゃないですけど、まあ、別に宝くじ当たるの期待してるとかそういう話じゃないんだけどさ、まあ、またなんかこうこれやりたいなっていう、それこそあの YouTube 始めた時もそうだし、 Twitter とかブログ始めた時もそうでしたけど、多分またそういう波が来るんじゃないかなってこう自分に期待してるところはあります。はい。まあこれはねあのカウンセラーにもやっぱ言われてて、今はその仕事のことを考えるとかよりもなんか自分が楽しいと思えることやってくださいと、そういうふうに言われてるんですね。なのでまあ正しいことをやってるんだろうなっていう思いつつも、ちょっとなんか不安はありますよね。なんか本当に大丈夫かみたいな、このままでね大丈夫かみたいな不安はあるので、不安なんだけど、でもやっぱりこう不安を感じて焦って早く仕事始めた方がいいんじゃないかっつって仕事を始めて手痛い目にあった経験もあるので、なんかね鬱って基本その病んでる時とかさ沈んでる時はまあもちろんそれが一番辛いんだけど、なんかこの元気になってきたフェーズっていうのも結構その考えること多いし、タイミングミスるとねあの一転して急転直下するっていうようなあの状態なんでね、まあ私の経験と私の鬱の話ですけど、なのでまあ本当慎重にね行かないといけないなっていう風に思ってるって話をしました。まあ、でも多分どこでもそうだと思うんですよ。そのすごい病んでる時でも、私の今のような回復期って言われるような、ところでも、まあ、寛解してとか、まあ一応薬飲まなくなって仕事ずっとしてますよって人もまあ全員そうだと思うんだけど、まあやっぱりこう焦りっていうのがねもう敵ですよね。なんか焦っても別にいいことないし、そんなに焦ってる時と焦らない時と結果が変わるわけじゃないのに、なんか焦っちゃうんですよね、不思議とね。なんか一歩前の電車に焦って乗らないといけないっつってこう焦って乗ったのはいいけど、実はなんか方向間違ってたとかさまあなんかそういうのもよくある話なので、まあ本当に気をつけつつやっていこうかなと思ってます。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、どうも、しゅうです。今回はですね、理由のない落ち込みがねなくなってきたよっていうちょっと体調報告的な動画をあげようかなと思ってます。まあ、なんかね一瞬なんだろう、どういうことみたいな、なんか全然大した話じゃなくないみたいな風に、まあ、思う人もいるかもしれないんですけど、これね私の中ではめちゃめちゃ重要なことなんですよね。理由のない落ち込みがなくなってきたっていうのが、まあ、これね今から話すことって医学的な根拠とか精神科医がそういう風に言ってたみたいな話では全くないし、あくまでうつ病体験者のホッシーのねあの個人のものなんですけど、まあ、私がですね何度か再発をねあの経験してきた中で、なんかそろそろ動き出すことを考えてもいい、その仕事に復帰するだとか何か今までできなかったことをやり始めるとかね、遊びに行くとか何でもいいんですけど、何かそういった動き出す一つのサインみたいなところが、あの理由のない落ち込みがなくなってきたっていうところなんですよね。まあ何が病的な落ち込みで
何が正常な落ち込みなのかみたいな判断っていうのはすごく素人では難しいし、お医者さんがするところなんだろうなとは思うんですけど、私個人の、自分ではこういうふうに考えてますよみたいなところで言うと、何か理由があって落ち込む時っていうのは、まだ病的じゃないとは 100% 言えないとは思うけど、でも結構回復してきてるんだろうなっていうふうに思うんですよ。やっぱさ、うつがひどい時とか、まだ全然その外に出れないとかね、働くなんて到底考えられませんみたいな状態の時ってさ、なんで落ち込んでるか分かんないじゃないですか。落ち込むとか、なんかね、死んでしまいたいとか、そういう起死燃料が出てるとか、とにかくもう自分を責めるみたいな状態の時って、自分で自分に問いただしてもさ、もう分からないんですよね。突然気持ちが落ち込むとか、もう理由もなく急に死にたみがやってくるみたいなのってのは、本当にうつ病あるあるだと思うんですけど、私の中ではそれは、そのうつ病という病魔がね、まだこう自分よりも強くて、脳を支配している状態、だから自分がこう操り人形みたいな感じで操られている状態なんじゃないかなっていうふうに考えてるわけですよ。でも、だんだんね、その病状が良くなってきて、だんだんこう自分で自分の主導権を握り返してくる段階に来ると、やっと自分をこう操れるようになってくるっていう感じなので、理由のない落ち込みっていうのはなくなってくるんですよね。もちろんね、理由のない落ち込みなくなってきたなっていう段階ですぐに行けるかっていうとそんなことはなくて、理由のない落ち込みに対しての防御力みたいなのもまだまだ低いから、もちろんね、まだまだ本当にスローペースで動いていくみたいな、感じではあるんですけど、私の中ではなんかこう一つの節目というかさ、なんか、いい節目を迎えられたなみたいなところに感じてはいるんですよね。で、だんだんこう、新年度に向けてね、整えていきたいなみたいなところはやっぱ思ってるわけですよ。止まってる仕事とかもあるし、ご迷惑かけてる方もね、ほんとたくさんいらっしゃるんですけど、少しずつね、エンジンかけれるように準備したいなっていうところで、またさっき節目って話をしたけどさ、新年度もある意味一つの節目なわけじゃないですか。だからそこに向けて、考えていくっていう意味ではいいきっかけになるなと思ってます。ちょっとね、節目っていうワードを出してね、ちょっとうってなった人もいると思うんですけど、結構ね、節目に関してはね、少し話がそれるんですが、どう考えるかって結構難しいところで、一つ一つの節目をポジティブに捉えられるメンタルの状態であれば、節目っていうのは自分にとって有利に働くので、使っていけばいいと思うんですよ。新年度だったりとか、年明けとかね、そういう節目を狙って、今のうちから調整していこう、みたいな風に考えればいいんですけど、なんかこう、今節目っていうものを考えたときに、私全然できてないとか、全然動けないわっていう状態の人もたくさんいると思うんですけど、そういう人はね、節目はシカとしてください。スルーで OK です。っていうのも、節目ってそもそも何かって考えたときにさ、人間が勝手に決めたものなんですよ。別にその日に何か天変地異が起きるとかさ、そういうものではないじゃん。で、節目って勝手に人間が決めてるんですよ。その新年度とかもそうだし、年越しとか年明けとかも、我々人間の祖先がね、勝手に決めてるものなので、私たちもそれをどう扱うかっていうのは、勝手に決めていいものだと思うんですよね。だからその節目に対しての、今の私の現状の考え方としては、有利に使っていきたいんで節目を意識してますよって話をしたんですけど、もっと半年とか1年前ぐらいの時っていうのは、もうクリスマスとかね、年越し、年明けとか、あと新年度とかが近づいてきたらやっぱ病むんですよ。まだ自分はこんな状態だみたいな。新年度から気合い入れてる人いるんだろうなみたいな、やっぱ思い悩んでましたよ。それでもね、結局その時だけですから、気合入るの。私はそうならないように気をつけたいなと思うんですけど、でも結局さ、なんか今年こそはみたいな、今年こそはこれやってやるとかさ、今年度こそは5キロ痩せてやるみたいなね、感じで思っても、結局最初の1ヶ月ぐらいは頑張るけど、だんだんまたいつも通りの日常に戻っていくっていうのが、人間の大半だと思うので、今節目が辛いなっていう人はそんなに気にしなくて大丈夫だよってことは言っておきたいですね。で、またちょっと話を戻して、ここでね、結構個人的に大事だなと思っとるのが、動いてもいいんだけど取り戻すように動いてはいけないっていうとこなのよ。ここめちゃめちゃ重要で、これは私もそうだし、うつ病経験者の人もね、結構あるあるな話題な気がしてるんですけど、いや、自分そろそろやれるっすっていう時に、今までやれなかった部分を取り戻すかのようにね、動くみたいなところがあるんですよ。その気持ちはめちゃめちゃわかるんですよ。だって、いろんな人に遅れを取ってるから、一気に取り戻したい、できるうちにやっておきたいみたいなことはあるんですけど、結局、その今動けますみたいな状態の時ってどういう状態かっていうと、車で例えるとさ、ガソリンのランプがつきましたと。もう、ガソリンを入れないと車動かないよみたいな状態の時に、じゃあ、ちょっと走れるだけの量入れましたよ。100キロぐらい走れるだけの量入れましたよ。
っていうのが、あの我々の今動けるぞ状態なんですよ。あの決してね、ガソリン満タンとか満タンよりも超えてさらにみたいな状態ではないんですよね。だから取り戻すかのように動くっていうのは、もう満タン以上の動きをしてるんですよ。それはすぐガス欠するよねって話なんですよね。いや、しかもですよ、しかも、まあ、うつがちょっと回復してとか、今すごいいい状態だからいけるみたいな時でも、普通に健康な人よりかは燃費悪いんですよ我々は。普通の健康の人がさ、あのプリウスみたいなエコカーみたいな感じでイメージするとするじゃないですか。でも私たちはもうエコカーの何十倍もガソリンを食って走る車みたいなところあるんで、もう大切にね、いたわりながら使うべきヴィンテージのクラシックカーなんですよ我々はね。だからね、ちょっと不思議なというか面白いというか、考え方として、実はここからの方がうつ病の療養って難しいなって個人的には思ってるんですよね。もちろん医学的な話じゃないですよ。お医者さんがどう考えてるかはわからないですけど、私はどっちかっていうとね、がっつり落ち込んで、もういかにもうつ病ですみたいな時の方が、治療するっていう意味ではシンプルで簡単だなと思ってるんですよ。簡単ってちょっと言い方悪いですけど、簡単に治るとかって話じゃなくて、何をするべきかは明確だっていう意味の、シンプルで簡単ってことね。もう結局薬飲んで寝てるしかないじゃん、その時って。でも、そろそろ働けそうとか、回復期の後期に入ってきた、もういけんじゃねみたいな段階の時って、よりいろんなことができますよ。でも、焦っちゃいけませんよ、みたいな状態なんで、なんかこう、やりたいことはたくさんある。やるべきことも、止まってるのもたくさんある。で、今の私はやれますよ、と。で、この、やりたいこと、やるべきことを消化していくのと、自分が持ってるエネルギーと、天秤にかけて上手にコントロールしながらやっていかなきゃいけないのに、嬉しさとか、テンション感とかでそのコントロールがぶっ壊れてしまって、でまたシンプルな治療に戻っていくみたいなところなんで、本当にね、ある意味ちょっと技術的にというか、あの難しい段階にあるなっていうふうには思ってますね。だからこの動画を見てくださってる人で、いやなんかホッシーなんか理由のない落ち込みなくなってそろそろいけんじゃねみたいなこと言ってたけど、あいつ全然動かねえじゃんみたいに思われることもあると思うんですけど、あの旗から見てそんなに動きは変わらないと思うんですよ。ただ水面下ではちょっとずつ加速してますよみたいな、あのほら、さっきもね、何回も車の例え出して悪いんだけどさ、あの40キロで走ってる車がさ、42キロになっても違いわかんないじゃん。でも40キロの車が80キロになったら違いわかるでしょ。急に速くなったなとか、わかりやすいんですけど。いや、ほんとそうなんですよ。42、44、46みたいな感じで上げていかないと、急に80とかでバンって踏んだらね、すぐまたガソリンのランプがついて、あ、もうちょっとガソリンスタンドでちょっと1週間くらい寝ないと無理みたいな感じになっちゃうんで、ここからがね、本当に大事。エコ運転をね、して、自分なりに頑張っていきたいなというふうに思ってます。まあ、本当にいろんなことがありながらも、なんか長くね、YouTube をこう続けてられるし、まあ、もちろんみんなが見てくれてるからっていうのはあるんですけど、まあ、そうやってみんなが見てくれてるからこそ、まあ、たまにね、こうやって現状今欲しいこんな体調だよっていうこともね、まあ話したいなっていうふうに思ってて、まあ、でもね、個人的にちょっと心配してるのが、欲しいはいい感じに回復してるのに、自分は全然良くなってないなみたいに思ってしまう人、まあ、いや、欲しい回復遅みたいな、俺もっと早く回復してるぜみたいな人は、私を下に見て、どんどん上がっていってほしいなと思うんですけど、逆にその、欲しいの方が回復のペースが早いみたいな状況で、まあ、嫉妬してしまうというかね、落ち込んでしまうみたいな人もいるんじゃないかなと思って、そこはちょっと心配なんですけど、まあ、私もね、なかなかその、こう、人と比べないみたいな、ことってのはなかなかできないので、一概に人のことをね比べても意味ないよなんてことは言えないんですけど、まあでも実際そうなんですよね。まあその治療が早く進むか、うつの治療が早く進むかみたいなのって本当にいろんな複合的な要因があって、あの本人の努力だけじゃどうしようもない部分もねたくさんあると思うんですよ。例えばお医者さんと会わないとか、本人がめちゃめちゃ知識があって、もうめちゃめちゃ回復する意欲もあって努力もすごいしてるけど、家族との関係が悪いとかね、大切な方が亡くなってしまったとか、あの仕事を失職してしまったとか、なんかそういう出来事が重なったりするとね、当然治療のペースは落ちるだろうし、逆に悪化してしまうこともあると思うので、本当に努力だけじゃないよってことは伝えておきたいです。私が今ここまで来れてるのは、もちろんみんながこうやってコメントしてくれたりとか、あの動画を見てくれて支えてもらってるって部分も当然あるし、まあそれ以外のところ、あの動画で出してないところでも、まあ、私が努力してる部分ももちろんあるんですけど、まあ、医者とかカウンセラーとの相性がいいとかね、そういうところもあるし、あの病院が割と通いやすいとかね、あと病院の帰り道にマックがあるとかなんかそんなちょっとくだらないようなことですけど、まあ、でもそういったね条件っていうのも個人的にはすごい大事だと思ってるので、まあ、努力もしてるんだろうけど運も良かったんだろうなと思ってもらえると
いいかなと思います。はい。まあ、というわけでね、普段の動画でもちょっと長くなっちゃったかもしれないんですけど、理由のない落ち込みがね、なくなってきたよっていう、こう、うつ療養記録みたいなのをね、ちょっと撮ってみました。はい。なんか評判良かったらまた、こういう療養記録みたいなのも撮ってみたいなと思います。というわけでまた別の動画でお会いしまって、終わる前にちょっと思ったけど、なんでこの療養記録で俺こんななんか、ジャケットとか着て、なんか仕事してますってアピールみたいになってるんでしょうね。本当最後どうでもいい話なんですけど、最近なんかね、昔はパーカーとか好きだったんだけど、なんか最近ちょっと、まあおっさんになったからかわかんないけど、ちょっとちゃんとジャケット着た方がいいなと思うようになってきて、なんか意外とジャケットいいなって思うようになってきたんで、まあ今後もしかしたらジャケットを着てる動画増えるかもしれないんですけど、なんか気合入ってんなとか、そういうわけじゃないんで別に。いや、全く気合入ってないわけでもないんですけど。あ、最近そういう服が好きになってきたんかな、みたいな、いうふうに思ってもらえると、嬉しいです。はい、どうでもいい話でした。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。いやー、もうびっくりしたね。気づいたらもう2年経ってるんですよ。時が流れるのっていうのは本当に早いなと思います。というわけでですね、今回はタイトルにある通りなんですけど、うつ病再発してからね、2年経ちましたよという話をしていきたいと思います。で、まあ今の私のこう精神の状態っていうのは、まあお医者さんにこう言われたわけではないんですけど、まああくまで感覚ですよ。私の感覚で言うと、まあいわゆるその寛解って言っていい状態にあるんじゃないかなっていうふうには思ってます。普通に生活もしてるし、お仕事のペースとかもね、再発前の、まあ忙しくない時期ぐらいの感じにはね、仕事のペースは戻せてるんですよ。で、なんかこう、もっともっと回復するぞっていうよりかは、無理せず、まあ今のペースを保っていければ、今の状態を維持できれば、まあもうそれで十分なんじゃないかなって思えるぐらいまでには来てますね。本当にありがたいことなんですけど。いや、それでね、もう今回の動画でですね、その再発してからのこう再発報告シリーズみたいなっていうのは、まあ一旦、まあ、終了というか一つの目処になるのかなと思ってるんですよ。まあ、っていうのもその、まあ、これ以上良くなる見込みがない。いや、なんか見込みがないって言うとなんか悪くなっていくみたいな感じだけど、これ以上どんどん良くなっていくってよりかは、基本的にはこう維持していくって感じになるので、まあ、今後その再発報告動画で続きがあるとすれば、まあ、また再発してしまいましたとか、なんかそのまた体調が悪くなってきましたみたいな、そういうのはあるかもしれないですけど、まあ、これよりさらにこう上にみたいな感じのってのは多分ないと思うので、まあ、一旦これで最後になるのかなっていうふうには思ってます。いや、それでね、まあ、せっかく今までこう、まあ、2年という歳月をかけてですよ。再発してしまいましたっていう報告の動画から、まあ、何ヶ月経ちましたみたいな感じの、動画も撮ってきてるので、まあ、ちょっと振り返りをね、していこうかなと思うんですよ。再発してから、まあ、勝手に私が今寛解してるって言ってますけど、この再発から寛解してるまでの間にあったこととかっていうのをこう総括というかね、まとめみたいな感じ。で、その再発してからのこの報告の動画って再生リストにまとめてて、概要欄にも貼っておくんでね、ぜひまだ全部見てないなとか、もう一回見返したいなって人は、そこからまた見てもらえると嬉しいと思います。私の最悪の状態がね、その丸裸になってるので、もうほんと顔が死んでるようなやつもあるので、なんかまあ、すごいリアルなね、体験談として見ていただければ嬉しいなと思います。で、まあ、早速なんですけど、ちょっと振り返りの方をやっていきたいなと思います。で、振り返りが終わったらね、少し前に YouTube のコミュニティ欄の方で、再発して2年経ちましたっていう動画撮るんですけど、その今の私に何か聞いてみたいことありますかっていう質問を募集してですね、いくつかピックアップしたので、まあ、振り返りをざっとして、振り返りが終わったら、その質問、皆さんからいただいた質問をいくつか選んでお答えするっていう質問コーナーもあるので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。で、まずその再発した日ですね。まあ、再発した日というか、まあ、おそらくこのぐらいの時期からもう相当メンタルやばかったっていうのが2021年の7月14日なんですよね。で、この動画撮ってるのが2023年の7月16日なので、まあ、ちょうど2年ぐらい前なんですよ。で、私は、ね、その時はその食欲が出ないとか、あと慢性的なこう首とか肩のこりってのと、もう重苦しい、胸が重苦しいとか、自分なんてこう存在する意味ないんだとか、そういうふうに思ったりしました。で、ちょうどね、その時期って、まあ、これすごい、こう、私の個人的なあれなんですけど、まあ、コロナ禍が大体2020年ぐらいだったじゃないですか。で、そのコロナ禍ってちょっとボーナス期間だったんですよ。その YouTube 的に言うとね。やっぱり、巣ごもり需要みたいなのが増えて、YouTube 見る人がたくさん増えたんですよね。それで私のチャンネルも、ちょっとこう、急成長というか、した時期があって、でその数字からするとよ、その数字からするとちょっと落ち着いてるだけなんだけど、落ち着いてるだけなのに、その時の私はちょっと多分メンタル的に疲れてるとかいろいろ病んでたっていうのもあると思うんですけど、自分が人気がなくなっていくというか、もう誰からも必要とされてないんじゃないかって思うような、
気になってたんですよね。別にその登録者が減ってるとかっていうわけじゃなかったんですけど、その1日に伸びる数みたいなのがかなり鈍化してしまって、わあなんかもう飽きられちゃったんだみたいな感じになっちゃうみたいな、まあ、それで病んでたっていう感じですかね。で2021年の8月ですねに診察を受けて、まあ、そこで、まあ、おそらくこれは再発だろうねということで、まあ、改めてそれまではね、実はその薬弾薬とかしてたんですよ。減薬して弾薬してっていう感じだったんで、まあ、おそらくその弾薬もね何かしら関係してるんでしょうけど、また私は再びその薬を飲まなきゃいけない生活に戻ってしまったんですよね。まあ、今の私はね、その薬に関しては別にそんな嫌悪感とか何もないんですけど、まあ、当時はやっぱ薬をやめれるっていう自分がそこに存在していたので、なんかどっかこう自分と鬱っていうのを完全に切り離せるっていうふうにこう誤解してたというか、そういうふうに思ってた時期でもあったので、まあ、ショックでしたね。やっぱ薬を再開するってなった時で、この再発してすぐぐらいの時期っていうのは、まあ、やっぱりほとんどの時間ベッドでした。もう24時間のうち 7、8 割ぐらいベッドで過ごしてたんじゃないですかね。いやもっとかな。食欲も全然なくて、もう夜ご飯ほんとちょっとだけ食べるみたいな、それこそもうゼリーしか食べれないみたいな感じの時期もありましたね。やっぱ体重もねすごい減ったし、まあ仕事なんかも当然全然できなかったですよ。もうほとんどもうなんかすいません今ちょっと体調悪いんでっつってお断りして、で YouTube の動画も、まあ、新しく撮影することができませんと、そういう状態だったことは覚えてます。で2021年の10月、まあ、再発から約3ヶ月ぐらい経った時ですね、私の普通の生活、個人の生活っていう部分ではほんとちょっとずつではあるんですけど改善の見込みが、まあ、出てきたと。ただ、まあ、ほとんど家に閉じこもってるし、で YouTube 見たりゲームしたりしてこうひたすら現実逃避をしていた時期ですね。でこの時はその他人に会うっていうのもまあ絶対無理だし、身だしなみに気を配るっていうのも、まあ、当然全然できてなかった時期ですね。でこの時からその YouTube の投稿頻度みたいなのも見直しを迫られる時期になってたんですよ。実はそれまでって毎日投稿してたんですよね。毎日動画撮って毎日動画アップしてってことやってたんですけど、それがねちょっとできなくなってきた時期でした。はい。でそこからさらに3ヶ月経過して2022年の1月、これは再発から半年ですね、半年経過した時にですね、私はなんかこう再発前の自分っていうのが少しずつこんな感じなのかなっていうのが分かってきたっていう風に言ってますね。で生活リズムとかその睡眠のパターンとかも、まあ、ちょっとずつ改善されつつあると。でゲームとか漫画とかもうだんだん飽きてきて、まあ、すごいゆっくりとしたペースではあるんですけど、ほんと小さい仕事をねちょっと再開するっていう感じにはなってました。半年でね、まあ、こうやって考えると半年でそこまで行ったっていうのは我ながらすごいなと思いますけどね。早いですよね。まあでもねここからかな、ここからあんまり回復のペースは早まらなくて、再発から1年、2022年の7月ですね、再発から1年経った時、普段の生活っていうのはその再発から半年経った時と比べると、まあ、さらにちょっと良くなってるっていう感じですね。でライブ配信とかもこの時期から再開してたみたいですね。ずっと止まってたけどライブで皆さんとお話しするっていうのがちょっとずつできるようになってきたと。でツイッターとかもちょっとずつ投稿の内容も増えてきたというふうに書いてますね。ただまあ無理をしないようにこう自分も 7、8 割ぐらいのペースでやるようにっていう感じで、この時期からもう再発して1年ですね。再発して1年経ってやっとその友人と遊べるようになったって書いてます。1年ですよ再発から1年経たないと他人と会う自信がなかったんでしょうかね。はい。まあ、ただですね、やっぱりその将来に対する不安みたいなのっていうのがもう今の私に比べるともう10倍20倍、いや何なら100倍って言っても大げさじゃないぐらい将来の不安にすごい悩まされてるっていうふうに書いてますね。まあ、もちろんその今の私が当時の私と比べてなんか将来に対して見通しが立ってもうこれはもう将来安泰だわみたいな感じになってるかというと全然そんなことはないんですけど、もう今はどちらかというと、いやまあ将来とかってもちろん考えるのは大事だけど結局そのどうなるかっていうのはわからないからあまり自分を追い詰めなくていいんじゃないぐらいのスタンスになってるんですよ。いわゆるまあ一般的な人というかそれぐらいのスタンスにはなってるので、今の自分に比べるとですよ、これ以上無理に働いたら再発するんじゃないかとか、将来でも自分はどうしていったらいいんだみたいなことにすごい悩まされていた時期ですね。やっぱり1年経ってその日常生活とかは改善してきてるものの、仕事面においては全然改善がなかなか見られないっていうのと、とはいえやっぱりこのまま仕事しないでいるとね、金銭的な面もそうだし自分のキャリア的な面も考えてやばいやばいやばいってなってた時期なんだと思いますね。まあ、それでもこう自分のペースを守りつつ、まあ、仕事をちょこちょこ増やしていって、で多分ね、まあ、これは私の勘ですけど2023年の、まあ、2月とかだから今年に入ってぐらい
今年に入ってぐらいが、まあ、いわゆるその寛解って言われる状態にかなり近づいたじゃないかなと思ってます。はい。でこうやって振り返ってみると、2021年の7月に再発しましたっていう動画出して、2023年の初頭に、まあ、一応寛解っていう風に自分の中でね定義づけてるんですけど、約20ヶ月、1年半ですね、1年半かかりましたっていう感じです。まあ、そのもちろんね、お医者さんから言われてるわけじゃないし、でもお医者さんのこう話してる感じとか、そのああ最近はそんな感じなんですねみたいなやり取りとか、まあ、あと私自身の感覚であったり、仕事の量とか生活の質とか、まあ、その辺を考えると、まあ一応寛解してた時期とほぼ一緒だから、まあ一緒なんじゃないかなっていうふうに思ってますね。うん、まあ、こうやって見るとね、その食欲がないとか、睡眠障害に悩まされるとか、体重が減ってしまうとか、あとまあ社会的に引きこもってしまうとかね、まあ、あと仕事も当然できませんと。でまあ回復に向かうにつれて徐々に改善はしていって、だんだん正常に戻っていったっていうような感じですね。はい。他の人がどうかっていうのはちょっと分かんないですけど、私の感覚からするとですよ、なんかそのすごい最悪な時期からとりあえず日常生活を取り戻すぐらいの時期までなら、まあ、割と早いんだなっていうのは思いました。これ私の経験ですけど、まあ、大体3ヶ月ぐらいですもんね、こうやって見るとね。ただ日常は回復してきたなと。でもいわゆるその一般的な、まあ、社会人としてというか、普通の人みたいに遊ぶとか、普通の人みたいに働くみたいなところまでが長い。そこまでが長い。とりあえずなんかその起死燃料とか本当に危険な状態から脱出するのは薬で結構早いんですよ。まあ、ただそっからよねっていう、まあ、これ結構みんな同じように悩んでるんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、そっからが長いなっていうふうに思いました。でここからですね、視聴者さんからいただいた質問に答えていきたいと思います。全部答えるとねすごい長くなっちゃうので、6つですね、6つに絞ってピックアップして、お話してみたいと思います。はい。じゃあまず1つ目なんですけど、最初のうつから寛解した時と、再発してから、まあ、今寛解したのとで、まあ、この点についてなんか心持ちが変わったなとか、そういうことはありますかと、まあ、いうことなんですけど、まあ、これはね、まあ、悲しいことなんですけど、まあ、やっぱり自分はどこまで行ってもうつ病を持ってるんだなっていうことですかね。なんかやっぱ最初のうつから寛解して、そこから再発するまでって私結構長かったんですよ。2、3年ぐらいあったのかな、何年かぐらいちょっと覚えてないですけど、やっぱその時はね、ちょっと調子に乗っていたというか、もう、うつと俺は関係ねえみたいな。うつを完全に攻略したぞみたいな。まあ自覚はあったかって言われるとね、そんなないって思いたいんですけど、まああったのかもな。まあでもそういう風に思ってたんだろうと思います。無自覚なのか自覚持ってるのか分かんないですけど、まあ、なので今後は何かこう、まあ、ちょっと表現が難しいんですけど、普段から爆弾を抱えて過ごしてるぐらいの感覚で警戒しておいた方がいいんだろうなっていう風に思ってますね。まあもちろんそのうつ病の再発が怖いからこういうのはやめようみたいな、そこまで卑屈になる必要はないとは思うんですけど、例えばその仕事とかでさ、何でもかんでもできますと、もう俺に任せてくださいみたいな感じで、要はその健常者時代みたいに何でもかんでも受け入れてしまう癖がどうしてもあるんで、いやそれはやめようっていうことですね。それはちょっと絶対やめた方がいいなっていうふうには思いましたね。でもあとはあれですね、散歩に対しての考え方だいぶ変わったなと思います。散歩っていうか運動ですかね、に関しては、まあ最初のうつから寛解した時っていうのは、その時期って本当運動嫌いだったんですよ。まあ、運動っていうか散歩が嫌いだったのかな。で、本当にそんな効果あるみたいな、なんとなくいいような気はするけどみたいな感覚だったんですけど、今回はすごい効いたなっていう感じがしてます。まあ、これはね、なんでそうなったのかっていうのはちょっとわからないんですけど、でも個人的にはやっぱり散歩ってすごいんだなっていうふうに改めて評価するきっかけになったので、まあ、もしかしたら人によってはね、これは全然医学的な根拠のない話っていう風に置いといてほしいんですけど、人によっては散歩よりも睡眠の方がいいとか、散歩よりもなんか趣味に没頭する方がいいとか、まあ、もしかしたらいろいろあるのかもしれないんですけど、ホッシーに関してはすごい散歩が、まあ、効果的だったなっていう風に思いますね。はい。で、二つ目ですね、回復期の過ごし方を知りたいですと。病状が強くなった時は辛いですが、今は休む時だ、病気なんだと自覚できますが、回復してきて、波が少なくなるほど自分は病気なのか、治ったのか、後遺症なのか、症状が出てないだけなのか、不安になり休んでいてもいいのかと焦ってしまいますっていう。いや、これはね、めちゃめちゃ気持ちわかりますね。これ本当にわかる。ある意味楽なんですよ。その、うつが超しんどい時って。まあ、言い方難しいですけど、ある意味楽で、っていうのも、
いやもうこれは病気でしょっていう、自他ともに認める病気の状態なんですよね。うつの急性期とか重症の期間って、いわゆるうつ病のことを全然知らない人がうつ病ってこういうもんだよねってイメージするうつ病っていうのは、まあ我々の急性期とか本当にやばい時の状態なんですよ。あれは本当に自他ともに見たうつ病なので、その時はなんか他人から責められる気もしないですよね。いやもうしょうがないんですよ、見るからに病気なんで。はい。まあでも日常生活がちょっと改善してきましたと、でもまだ仕事はできない、自信がない、怖い、他人と会うのも怖い、自信がないっていう状態の時っていうのが一番ね、自他ともに病気と思えないっていう状態なんですけど、その時の過ごし方っていうのは、まあ私はやっぱりこう、まあそれでも病気なんだよっていうのを専門家が言ってるっていうことを考えてました、常に。私の場合と精神科医とか、臨床心理士のカウンセラーの先生とかが、まあだいぶね、よくはなってきてるけど、でもこういう時期は大事だよとか、こういう時に無理するとまた再発するからねとか、言ってくるんですよ。で専門家がそう言ってるんだから、まあじゃあ病気なんだろうなっていうふうに、まあ思うようにはしてますね。はい。まあもちろんその何か活動できる時期だからこそ、こういう焦りとか悩みっていうのは多分出てくるんだと思うんですよ。だから無理しない程度に、自分を責めない程度に、まあできることからやってみるっていうのがいいんじゃないかなと思います。まあさっきも例に出しましたけど、散歩とかね。私の場合はその時は散歩の時間をちょっとずつ増やすとか、あとは読書とかですかね。読書の時間をちょっとずつ増やすとか、そういうなんかこう体と頭を使う作業っていうのをできる範囲からちょっとずつやって、まあ、やった気になるというかね、今日一日を何か有意義に過ごした気になるっていうのも大事なのかな。まあ、ただね、これもね、無理しすぎるとまたちょっと調子悪くなっちゃうので、こう難しいんですよ、このバランスが。これはもう経験するしかないのかなと思います。一日こんだけやった方がいいですよみたいなことっていうのは言えなくて、私も感覚だったんで、今日は1日20ページぐらい本読めるけど、昨日は1ページしか読めなかったとか全然あるし、ただそれを OK だと認めるってことです。散歩だったらもう靴履いたら OK とか、もう1分歩いたら OK とか、もうそれぐらいハードルを下げて、なんか15分20分やろうと思ったら気が重いじゃないですか。でも15分20分できたらもう神みたいな、もうすごい最強神みたいな感じで、で最低ラインは外に出たら OK にするとか、いくつかのこう合格ラインを引いておくっていうのは大事かもしれないですね。で、三つ目ですね。再発するとさらに症状が辛く、寛解するのにも時間がかかると聞きますが、星さん、再発して何が一番変わりましたか？また、辛い症状の耐え方は耐えて寝るだけでしょうか？薬を飲んで休んで、あとは忍耐だけでしょうか？っていうことなんですけど、まあ、まずその辛い症状の耐え方のところですね。まあ、その辛いの度合いがどれぐらいにかにもよるんですけど、まあ、本当に動けないとか、起死燃料があるとか、自分が経験しうる中でも本当に最強レベルの辛さとかだったら、もう薬飲んで休んで耐えるだけって感じになっちゃうと思うんですけど、なんか回復期後期とかね、寛解に近い状態の時に、なんか今日は調子悪いと、なんかモヤモヤする、なんか不安な気持ちがずっと渦巻いてるだったりとか、あと誰かから何か言われてそれをずっと気にしている自分がいるとか、それでなんか不安になったりイライラしたりざわざわしてるみたいな、そういった状態の時は、まあ、私はひたすら歩きますね。なんかもう散歩やれ散歩やれ散歩やれって言っててね、どっかの精神科医みたいですけど、まあこれはあくまで私の場合なんで、散歩をひたすらおすすめするってわけでもないんですけどね。私の場合はそのひたすら歩いてるとだんだん心が晴れてくるっていうのは自分の経験の中にあるので、なんかみんなもその自分の中にそういうのがあるといいですよね。例えばひたすらゲームやってたらだんだん心が晴れてくるとか、ひたすら本読んでたらだんだん心が晴れてくるとかね、まあ例えば庭いじりとかガーデニングとか、まあ、料理とか裁縫とか何でもいいんですけど、何かそれをずっと続けていると自分の心がだんだん軽くなってくるっていうことをやってるといいのかなと思います。はい。で、再発するとさらに症状が辛く、寛解するのにも時間がかかると聞きますがってことだったんですけど、うん、まあ私の場合だとね、症状に関しては変わらなかったです。変わらないっていうのは、その辛さのレベルとか、その起死燃料がどうとかね、その辺の怖さやばさ辛さみたいなっていうのは、まあ、最初に発病した時と変わらないですね。まあ、ただ最初に発病した時の方が総合的に考えて辛かったなと思います。その時って知識も経験もないじゃないですか。何もないので、もう本当になんか戸惑ってのたうちまうだけだったんですよ。でなんかもう病気というか、もう本当におかしな人に、おかしな人間になってしまったというか、なんかもう人間じゃなくなるんじゃないかみたいなね、そういう感覚を持っていたので、なんかやっぱそれがないんですよ。同じ辛さでも、あ、急性期ってこんなやばかったっけとか、そう、なんか過去に経験したことをもう一度ね、追体験して、いやなんかこんな感じって思ってたけど、もっと辛かったんだなとかね、そういう感じなので、
だから知識も経験もね、まあ増えてるし、まあ、あと最初に発病した時に比べて、あの臨床心理士が私にはいるんですよ、常に。常にっていうか、月に1回カウンセリングしてもらってるんですけど、やっぱそれが大きいですよね。相談できる人がいるっていうのは、すごい大きかったですね。はい。だから、このめちゃくちゃしんどい期間、人生のどん底みたいな期間っていうのは、いずれ終わるっていうことを私はもう知ってるので、そういう意味ではまだ希望を持ってたのかなというふうには思いますね。はい。で、4つ目ですね。星さんが最も状態が悪い時はどうやって一日を過ごしましたか、どうしても生きているのが辛くてこの世から消えたいと思ったことはありますか、またそこからどうやって回復に向かわれたのでしょうかっていうことなんですけど、最も状態が悪い時っていうのはの一日の過ごし方みたいなのは、あの実は動画に撮ってて、はい、実は動画に撮ってるんですよ。で、あの最初、あの最初の方でさ、その再生リストにまとめてますって言ったじゃないですか、その再発してからの私のご報告動画みたいな、その再生リストに入ってます。入ってて、めちゃくちゃ鬱がひどい時の一日ルーティーンっていう動画撮ってるので、あのぜひそちらを見ていただきたいなと思います。で、その動画ね、結構やっぱ賛否両論あって、あの私は本当に悪い時の状態を撮ったんですけど、まあ来るだろうなと思っていた批判がそのまま来て、本当に鬱の状態がひどい時に動画なんて撮れるわけないっていうふうに、あの言われたんですよね。はい。まあその気持ちはわかるんですけど、まあ、そこはもう YouTuber 魂っていうことで理解していただけるとって感じなんですけど、あのその動画ってね、まあ、私は編集さんが別のスタッフでいるので、編集は自分でやってないんですけど、だから本当に動画、カメラ回しただけなんですよ。カメラ回して、後でちょっと状態が良くなった時にナレーション吹き込んでるだけっていう動画なんですけど、その動画は、もうひたすら私が椅子に座ってぼーっとしてるか、あのベッドで寝てるっていう、ほぼその2つしかないので、撮影自体の難易度は低いんですよ。だってその状態の自分撮ってるだけなんで。あのこうやって喋ってるわけでもないし、何かを考えてるわけでもないので、あの楽なんですけど、でも今までで一番きつかった、その動画撮るのが。あの体力的にも精神的にも、やっぱりこんな自分を見せたくないって気持ちと、あとただ単純にカメラのスイッチを入れるっていうのが相当きつかったんですよ。まあ鬱だったんでね。今まで撮った動画の中で何が一番しんどかったですかって言われたら、多分あれを超えるものはないんじゃないかなと思います。でもね、あの動画を見ても、え、何がそんなに辛いのって思うとは思うんですよ。あ、まあ鬱を経験してる人だったらその辛さ分かっていただけるかもしれないんですけど、鬱全然経験したことないよって人から見ると、いや、こんな楽な動画ないでしょって多分思うと思います。でも個人的には一番辛かったですね。はい。なので、まあ一日の動画ってのは、一日の過ごし方ってのは、それをぜひ見ていただきたいなと思います。で、あと、この世から消えたいと思ったことはありますかっていうことなんですけど、まあ当然ありますね。当然あります。これは初めて鬱になった時もそうだし、今回の再発した時も同じようにありましたね。まあ、ただ、私の場合ってその起死燃料が出た時に、まあ、実際に行動するかどうかって言われると行動はしないタイプなんですよね。私が起死燃料が出る時っていうのはどういう時かっていうと、もう本当に最悪の時期に出るんで、あの行動力ないんですよ。もう行動するエネルギーが一切ないんですよね。だからその点は本当にラッキーだなと思います。その人によっては、ちょっと回復期入ってるよっていう、日常生活はなんとか遅れてますよっていう段階で起死燃料やってくるみたいな人もいるみたいで、あのそういう人は未遂をしてしまったりとか、悲しい結末になってしまったりとかね、そういうこともあるらしいので、まあそれに比べて私は幸せ者だなと思います。起死燃料来るタイミングがベッドから動けない時なので、本当に何もできないので、ひたすら泣いて一日が終わるみたいな感じなので、その点はいいかなと思います。で、まあそこからどうやって回復に向かっていくかっていうのは、もう今日の動画で話した通り、どうやったっけと思う人はちょっと飼育バーで遡ってもらってね、もう一回見てもらえたらと思います。はい。で、5つ目ですね。5つ目は、再発して新たに学んだことはありますかっていうことなんですけど、これはね、その調子のいい期間がね、こう続いてね、油断するんだなと思います。思いました。その私はですよ、私は調子のいい期間、要は寛解の期間っていうのは長引けば長引くほど油断しちゃうんだなと思いました。で、その油断すると何が起きるかっていうと、それまで病気で療養しててできなかったこと、それが例えば遊びでもそうですし、仕事でもそうなんですけど、なんかこうそういうのを取り戻すかのようにスケジュールを詰めてしまうっていうのが、なんか自分にはそういう傾向があるなっていうのは、やっぱり再発して思いましたね。まあ前再発した時もね、そういう感じだったんですよ。そういう傾向もあったような気がするんですよね。だから何かを取り戻すように生きるのはもうやめなさいっていうとこです。私に言いたいのは。はい。なんかこう、人から頼られたりすると嬉しくて断れなくて、精神的な状態があんま良くないですよっていう時だったら、それを免罪符にね、断ることはできるんですよ。でも、そういう断る理由がない時っていうのは、なんか嬉しいが勝っちゃうんですよね。
あ、こんな自分を頼ってくれてるとか、こんな自分を必要としてくれてるっていうところに、まあ、嬉しさを感じたりとか、まあ、あと私はちょっとアホなので、本当すごいですよねとか、YouTube の動画見てすごい共感して、お仕事を依頼したくてとかって言われたら、いいっすよみたいな感じになっちゃう、調子乗っちゃうん で、そういうところが本当に良くないなと思います。嫌われるのが怖いっていうのもあるでしょうし、単純にその自己肯定感の低さから他人から褒められるとすぐに調子乗ってしまうっていうのがあるんじゃないかなと思いますね。はい。で、最後ですね、ホッシーさんがうつを再発した理由原因っていうのはありますかと、それとも何かその振り返ってもわからないものでしょうかという質問をいただきました。まあ正確に答えるならこれはわからないっていうのが答えになるんですよ。再発した理由もそうだし、うつ病になった理由もそうなんですけど、自分の中であるんですよ、これじゃないかなみたいなのがあるんですけど、まあでもわかんないじゃないですか実際。実はなんかこうやっていろいろね、理由を並べ立ててさ、これが悪かったんですよ僕って散々言ってて、すごい将来ね、10年20年後ぐらいに技術が進んで、あのうつ病になる人の理由がわかりましたと、遺伝子検査したらこの遺伝子に染色体異常が起きることが分かりましたみたいな感じで言われちゃうとさ、もう理由もクソもないわけよ。どう生きても、どんなことが起きても、いずれうつ病になるってみたいな、遺伝子に異常があるからみたいな、その可能性もあるし、単純になんか脳の機能障害っていうことも将来的には分かるかもしれないじゃないですか。まあそういうその 100% こうだっていうのは一旦置いとくっていうのであれば、いくつかはあります。再発した理由はこれなんじゃないかなって。でそれは結構やっぱまた話すと長くなっちゃうので、またあの別の動画でお話しようかなと思ってるので、それをまた見ていただけると嬉しいなと思います。はい。というわけで、うつ病が再発して2年経ちましたっていうことで、まあ一旦これでその再発報告動画はまあ終わりになるのかなっていうこともあってね、ちょっとなんか集大成的な動画になったんじゃないかなと思います。その全ての振り返りであったり、まあ皆さんからいただいた質問をいくつかお答えするみたいな感じなんで、結構ね、星チャンネル史上でも長い動画になっちゃったんじゃないかなとは思うんですけれども。はい。まあでも私もね、こうやって振り返る機会っていうのがやっぱ動画を撮るとかしないとなかなかないので、まあ振り返ってみるとね、自分に言うのもなんなんですけど、まあ、大変だったねっていうのと、まあよく頑張ったねと思います。はい。そう思うし、まあそれとプラスして言えるのは、私はこうやって YouTube でね、その皆さんにすごい見ていただいたりとか、まあありがたいことにね、登録者も結構多いので、あのコメントとかもたくさんつくんですよ。ありがたいことに。なので、まあ普通の人よりかは、あの他の人がどれぐらい時間がかかっているとか、他の人がどういうもので苦しんでいるとかっていうのは知ってるつもりなんですよね。あの専門家を除けばですけどね、精神科医とか臨床心理士の先生は絶対もっと知ってますけど、一般素人の中では結構知ってる方だとは思うんですよ。で、その私からすると、まあ、ラッキーだなと思います。うん。まあ、再発したとはいえ、まあ、ホッシーはやっぱり結構ラッキーだなと思いますね。言うて1年半で寛解してるし、何かその間に大きな問題が起きたかっていうとね、その病気とは関係ない人間関係の問題とか、例えば家族に不幸事が起きたとかさ、災害に巻き込まれるとか、まあ、幸い本当にそういったことは一切なく、穏便に暮らせているので、で、仕事にも一応復帰できた形になってるので、まあその点は本当にラッキーだから感謝しないといけないなっていうふうには思いますね。もう何より再発しましたって言って離れていった人もいるんですよ。再発したらもう説得力ねえなって言ってコメントに書かれて、いや、うわーって思ってね、正直めちゃめちゃへこんだし、まあ今でもそういうふうに思われてないかなっていう不安はあるし、なんかそう言って去っていく人の気持ちもちょっとわかるんですよね。あ、やっぱ再発すると説得力なくなっちゃうなとかね。でもそれでもありのまま話してくれる星さんが好きですっていう人が大半だったんですよ。感動するよね。私は自分自身がありのままでいて受け入れてもらえるっていうことはあまり経験しなかったんですよね、人生の中で。まあそれはね、ありのままの自分を見せたら嫌われたっていう経験があるかっていうとそうでもないんですけど、まあ過去にいじめられたっていう経験があってね、多分自己肯定感が低いところから常に人に価値を与える存在じゃないといけないとか、価値を与えられないんだったらせめて面白いこと言わなきゃいけないとか昔から思ってたんですよね。でもそんなこと関係なく応援してますよっていう人が、いや、なんかこんなたくさんいてくれるんだなっていうことに、まあ、感動したことと、まあ、あとそれも大きかったんでしょうね。多分その私が再発して寛解するまでに1年半で済んだっていうのは応援してくれる人がいっぱいいたからなんだろうなと思います。で、私にできる恩返しっていうのはこれからも動画をね投稿し続けるぐらいしかないんですけど、まあ、今後はやっぱできるだけ再発しないように私なりのペースを守って動画投稿を続けていけたらなと思ってます。やっぱ前と違ってすごい気が楽だなと思ってるのは、配信者としてというか動画投稿者としてメンタルヘルスを語るものとして絶対に再発は許されないとか、
絶対に精神的に落ち込んではいけないとか、そういった足かせはなくなりましたね。実は再発する前っていうのは、まあ絶対とは言わないにしても、ちょっとどっかにそういうのあったんですよ。メンタルにとってこうするといいですよって発信してる人が、なんか落ち込んでてっていうと説得力なくなっちゃうだろうなっていうのが自分の中にあったんで、なんかそういう風になっても応援してくれる人がいっぱいいるっていうことが今回の件で分かったので、まあそれが私の、まあ、一番の財産なんじゃないでしょうかね。とはいえね、とはいえですよ。とはいえ、再発してよかったななんてことはね、そんな綺麗事は思わないですけどね。その再発なんかしないにいい決まってるんですけど。まあそれはそれとしてっていう感じでね。はい。まあ、すんごいね、ちょっと編集でどれぐらい短くなるのか分かんないですけど、今私の手元で41分喋ってるんで。まあどれぐらい、の長さになるの動画になるかわからないですけど、まあここまでね、長く動画を見てくださった方本当にありがとうございます。はい。でこれからももう何回も言ってますけど、これからも自分なりのペースでぼちぼち投稿していくので、この動画がいいなと思ったらいいねボタンとね、あとチャンネル登録してない方はぜひこの機会にチャンネル登録もしていってください。まあ今回の動画はすげえ本当にすごい力入れて作ったんで、いつも以上にね、いつも以上に力入れて作ったので、ぜひねコメントの方にも感想をお待ちしております。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。